皆さん、こんにちは。強烈な風貌とこだわりの強い役作りで昭和の映画史に大きな足跡を残した三國連太郎さん。そんな三國連太郎さんの大成功の裏には、中国に逃亡するなど壮絶な生い立ちが隠されていました。また女優の石田絵里さんとは衝撃的な関係だったようです。今回はそんな三國連太郎さんの壮絶な生い立ちや石田絵里さんとの関係についてご紹介していきます。若い頃の三國連太郎さんの顔は日本人離れしたかなりの二枚目でした。黒々とした豊かな髪、通った鼻筋、大きな瞳に加え180センチメートル近い高身長の持ち主ですから、ハーフだとしても納得できます。またジョージ・クルーニーに似ていると感じる人もいるようです。しかしご両親は日本人のようで、三國連太郎さんはハーフではないようです。ご両親についてですが、父親の詳細は分かっておらず、三國連太郎さん自身も実際の父親と面識がなかった可能性が高いです。母親は16歳から広島県呉市の海軍軍人宅にて女中として働いていました。軍人宅で三國連太郎さんを身ごもったそうですから、おそらく海軍軍人が父親だったのでしょう。主人の子を身ごもった女中は当然追い出されてしまいますが、沼津駅で電気工事の職人と出会いました。その職人と群馬県太田市で結婚し、翌年に三國連太郎さんを出産。職人は三國連太郎さんにとって育ての父親となりました。普段は優しかった育ての父親ですが、暴力を振るうこともあったそうです。三國連太郎さんは父親から逃げるため、幼い頃から家出癖がついてしまったようです。中学を2年目で退学した後は、下田港から密航して、中国の青島に渡りました。釜山でしばらく弁当売りをした後、帰国してからも各地を転々、皿洗いやペンキ塗りなど、様々な仕事を経験しています。そんな中、1943年12月に大阪で働いていた三國連太郎さんのもとに徴兵検査の通知が届きます。講習合格したところへ母から手紙が届きました。親不孝を重ねたお前だが、これでやっと天使様にご奉公できると記されていたそうです。しかし三國連太郎さんは戦争で死にたくないと考え、中国行きの計画を記した手紙を母へ送り、愛人と貨物列車で逃亡します。お二人は九州から中国へ向かう予定でしたが、佐賀県呼子で憲兵に発見され、静岡の歩兵第34連隊へ入隊しました。計画は失敗したものの、三國連太郎さんのどんなに苦しくても行きたい、だからこそ逃げてやるという気持ちがうかがえますね。実は母親が憲兵に三國連太郎さんからの手紙を提出したことで逃亡が明るみに出たそうです。その後三國連太郎さんは中国の前線へ向かう途中で熱病にかかり昏睡状態に陥りました。死んだと勘違いされた結果、焼き場に運ばれたそうですが、焼かれる直前に目を覚ましたそうです。結果的に戦闘へ参加することなく、観光の兵器勤務課で働いていた際に終戦を迎えました。激戦地へこそ向かわずに済みましたが、他に類を見ない壮絶な戦争体験と言えますね。この過酷な生い立ちが嫌なことからは逃げて生き延びるという人生哲学を形成したのでしょう。そんな三國連太郎さんの関連キーワードに兄弟があります。兄弟がいるのか気になって調べた人が多いのでしょう。ただ先述の通り、三國連太郎さんは実の父親と面識がない、いわば私生児でした。父親が別の女性との間に子供を設けていた場合、異母兄弟がいる可能性は高いでしょう。ただ父親は海軍軍人だった可能性がありますが、詳細は不明です。ではなぜ三國連太郎さんと兄弟が関連付けられたのでしょうか。三國連太郎さんには映画異母兄弟という代表作があります。異母兄弟には伝説的エピソードがあるため、兄弟というキーワードも本作によって関連付けられたのかもしれません。三國連太郎さんは本作で
冷酷な陸軍将校を演じて強烈なインパクトを残し、名優としての地位を確立しました。当時33歳でしたが、老け役を演じるため上下の歯を10本抜いたというエピソードは語り草になっています。役作りへのこだわりが人一倍強かった三國連太郎さん、実の父親に捨てられ、育ての父親から暴力を受けるという壮絶な経験をしたことも、こだわりの強さに影響しているかもしれません。自分は不要な人間という感情を抱きながらも、これで終わってたまるかという気持ちが芽生えていたはずです。やがて誰よりも不要な人間である自分には、誰よりもおぞましい人間を演じる能力があるはずだと考え始めたのでしょう。このような壮絶な経験が異母兄弟での迫真の名演につながったのかもしれません。もう一つ、三國連太郎さんといえば釣りバカシリーズが代表作として挙げられると思います。22年間続いた釣りバカシリーズで主役コンビを務めた三國連太郎さんと西田敏行さん、スーさん役に三國連太郎さんを指名したのは他ならぬ西田敏行さんだったそうです。オファーしておきながら、最初は怖い人というイメージを抱いていたそうで、初めて会った日は緊張したとのこと。しかしコンビを組んだ二人は息の合った名演を数多く残してくれました。ただ三國連太郎さんは西田敏行さんに対して、撮影でお互いが慣れ合わないよう普段は会わないでおこうねと注文。実際に二人はプライベートで一切交流していなかったそうです。劇中だけの付き合いとは思えないほど二人は仲良しに見えたため、意外なエピソードですね。その釣りバカ西シリーズで共演していた女優の石田恵里さん、西田敏行さん演じる主人公浜ちゃんの愛妻である美智子役でした。美智子のチャーミングな笑顔はファンの心をつかんでいました。しかし石田恵里さんがシリーズに出演していたのは1988年から1994年までの期間では、なぜ2009年まで20作続いた同シリーズを1994年の8作目までで降板してしまったのでしょう。降板はスーさん役の三國連太郎さんが原因とされています。日韓的で可愛らしい石田恵里さんに魅了された三國連太郎さん、三國連太郎さんは猛アタックを開始しますが、石田恵里さんにスルーされてしまったそうです。立腹した三國連太郎さんは制作側に圧力を加え、石田恵里さんを降板に追い込んだといいます。結果的に美智子役は浅田美代子さんに変更となりました。石田恵里さんは数多くの男性に言い寄られた経験があるそうですが、サバサバとした性格のため基本的には相手にしなかったようです。魅力的すぎたために降板を余儀なくされたというのも非常な話と言えますね。4度の結婚歴がある三國連太郎さんに主人公の愛妻役を降板させる力があるのは怖いですね。いかがでしたか。今回は三國連太郎さんの壮絶な生い立ちや石田恵里さんとの関係についてご紹介しました。長年スーさんとして愛された三國連太郎さん、裏には壮絶な過去が隠されていました。女性トラブルさえも今ではご愛嬌となっているのかもしれませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。